ガランギプレイってことですね。今日はスペシャルゲストプロの方に来てもらいました。お願いします。お願いします。やっていきましょう。お願いします。で、今日のプロの方は高橋優斗選手。今1999年生まれですよね、はい、そうです。23歳。はい。今年からでしたっけ。今年から選手活動を始めました。選手活動、プロとして活動していて、はい、今現在日本最高ランキング、今いくつですか。今は、日本の最高ランキングが86位で86位、はい、で、このあれですね、全日本選手権も出場して、はい、あれ初ですか。初全日本です。どうだったんですか、結果は。結果は予選1回戦で、はい、ファイナルセットで負けちゃったんですけど。あ、そうなんです、ね、でも、一番長い試合してました。あ、そうですね。あのですね、めちゃくちゃポジティブです。はい。あの、僕、インスタグラムとかツイッターとかもう見てたんですよ。俺は毎日、もう俺こうなるみたいな、もうこういう、もうメンタリティでいくみたいなのストーリーで毎回発言してるんですよ。マジで、マジで熱い方です。すごっ。あの武器はあれですよね、やっぱり。もう見てわかる通り、皆さんこれ見てください、このふくらはぎ。おー、やばいっす。いやいやいや、すごいよ、ね、やばいっす。ガンダムです。ガンダム、キレがすごい。やばいっす。さつまいもになってる。やばいです。あの、このふくらはぎから見てもらって分かる通り、高速フットワークですよね、うん、武器は。そうですね、前後に早く動く。おー、そうです。いや、本当に、あ、マジ、後であっちから撮ったら分かるけど、マジでフットワークやばい。本当に速い。よろしくお願いします。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 やっていきましょう。お願いします。お願いします。うまい。うわ、はい。実際ステップめっちゃ軽いっすね。いやー、結構あの、もう落としすぎないようにしてて、ちょっとこう頭の上下を少なくするために、はい、軽く踏んでます。あ、そうなんですね。はい。へー。にしてもめちゃくちゃ速いっす、ゆうみさんが。ゆうみも確かに速いっすよね。めっちゃ速いっす。ナイスショマジでね、馬場さんがチーム入ってから良くなってる。さすがです。ありがとうございます。チームの力っすね。でも本当にね、すごいっすよ。うん、マジすごい。めちゃくちゃ速い。そうですか。めちゃくちゃ速い。ありがとうございます。はい。クロスラリーって、はい、シングルスラインの外で打たされたら、はい、例えばイオリさんが僕を外に追い出して、はい、僕がクロス返したりです、はい、次イオリさんストレート展開で、ああ、じゃあもうそのシングルスライン超えたら、はい、ポイントスタート。ポイントです。わかりました。わお、マジか。
ょ。そう。そう。ここだね、ここ。楽しみです。楽しみですか。やっちゃっていい？やっちゃってください。インテンスすぎるね。めっちゃ伸びてきますもん俺。いやー、あざす。いやもう全然決まんないですね。うん、確かに。二級で決まるのが。もう2球かけてくるっていう。確かに。最後サーブからタイブレ10ポイント先生がいきます。ゆうとくんのサーブでいきます、いきます。10ポイント先生やって、はい、で終わりにしますか。でもいいですし、いつもあんまやってない企画とかありますか。あ、アンダーからの10ポイント先生。あ、でも全然いいですけど、多分ふざけてるって言われてるかもしれない。ああ、そうか。ゆうとくんの人柄的に、はい、多分サーブでやって、はい、ガツンって見しちゃって、うんうん、そしたら多分絶対チャンネル登録増えるんで。ああ、ありがとうございます。いや、全然多分そっちの方がいいと思います。Okay. 最後多分10ポイント選手やって、はいはい、熱々の試合見して、うん、終了。OK です。多分じゃあいい締めだと。サーブからサーブリターンの挑戦します。はいはい、お願いします。あとあれ、ちょっとチャンネル登録、はい、よろしくお願いします。切ったらめっちゃ来るんで。マジっすか。これ待機それで800人ぐらい来てる。マジっすか。やば。あいつ900人で今何人ですか。今1700とかですね。はい、2000人ぐらい来ます。そうです。こいつあいつの勝ち。チャンネル登録今何人ですか。今836人です。836人。はい、やはりですね、1000人になったら皆さんご存知の YouTube で収益化できるんですよ。やはりその選手活動するためにはやっぱすごい本当に、まあ、やらしいお話ですけど、金銭的な部分ですごい必要になってきて、やはり収益化できた方がやっぱ自分が動画上げようっていうモチベーションになるじゃないですか。そうですね、モチベーション。だから皆さんぜひ、めちゃくちゃナイスガイ、イケメン、ハードワーカー、もう何も悪いところはないです。ぜひチャンネル登録お願いします。間違いないです。よろしくお願いします。絶対にマストです。お願いします。ジャパネットですが。はい、ということでですね、これから最後10点選手をゆうとくんサーブから
やっていきたいと思います。はい、サーブもすごい得意なんですね。サーブ得意です。なのでぜひ皆さん注目です。うん、やっていきましょう。お願いします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 。いやでもめっちゃうまいっすね、やっぱり。いやちょっと緊張しちゃってカワスファルトばっかり。わお、イエーイありがとうございます。はい、ということでですね、最高の激しい練習が終わったということで、ありがとうございました、本当に。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます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 。あれですね、結構弱点がないというか、ゆうとくんも。確かに。じゃない？うん。フォアもバックも両方こなせて、サーブすごい好きじゃないですか。うん。で、ボレーも本当に、なんて言うんだろうな、ボレーもめちゃくちゃうまいんですけど、やっぱ前の入りがすごい早いんで、うん。こう、アプローチに来た時にグッてプレッシャーかかるんですよ。うん、そこで俺はちょっとやっぱ焦っちゃってっていうやっぱ展開もあったんで最高でした。はい、ぜひ皆さんチャンネル登録です。あ、ゆうとくんの多分秒で本当に1000人行ってますか。もうあの、ゆうとくんのこの人柄もう多分今頃もう皆さんあの画面越してメロメロなんで、うん、確かに。じゃあ僕ちょっとあのスポンサーの紹介もあるんで、はい、はい、またそれやっていくんで、はい、ゆうとくんありがとうございました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。で、僕のスポンサー様のテニスラウン様、ギフタンメン様、オンリーシップ様、浜松の日垣眼科クリニック様のチェックもお願いします。で、僕のこの T シャツもぜひあの概要欄から絶賛販売中なので、興味がある方はぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。